俺はすごいクソな野郎だったんですよ。何でも甘えて逃げる人生だったんですよ。嫌なことから。まもなく目的地周辺です。もちろん。コリンザっていう結構でかいデパートみたいな感じで、その上屋上の駐車場全部潰してスケートパークができたんですよ。でそこにあの沖縄のゼンライダーが集結して、そこからみんな仲良くなったって感じの一人ですね。関西が多分中学1年とか2年とかそのぐらいですかね、見かけたのは。当時あの三世とかあの採血あるとかだから ING っていう沖縄のビデオがあったんですよ。でそれにうまいライダーが集結して、その当時 ING っていうビデオを沖縄でやってて、それに高校1年ぐらいの時にピックアップされて、全員出身地もバラバラで渡られてるやつなんですけど、高校の時にトランスワールドっていう雑誌があって、表紙になったのが全ての始まりかなっていう。いきなりスケボーしてる時にいろいろ保管から出ることができて、あんたいつは雑誌の表紙になってるよみたいな、で、いや違うから多分そっち絶対違う人みたいな、似てる人だよみたいな、はぁ、あんたってば絶対みたいな、絶対違うんですよ、そんなことない、何も聞いてないもんって、でも10冊ぐらい送られてきたよみたいな、普通のワンページなんて10冊送られてくるってあるのかなと思って、家近かったんで、じゃあちょっと帰るよ、バイクですぐバーって帰って、パッて見たらマジで表紙になってるってなって、でそこその時の編集者電話して、お疲れ様ですって、これどういうことですかみたいな、びっくりしたみたいな、結構サプライズで表紙にしてくれて、はい、最年少で無名でノースポンサーのやつが表紙になったのが初めてだみたいな書かれてて、死にかっこいい書かれ方してるみたいな、そっからっすかね、ガッツリ意識して、まあ沖縄では ING ってビデオで、ある程度沖縄ではちょっと有名にはなってたんですけど、そこまで意識はしてなかった。だから高校卒業したら何しようとか、そんなのも何も考えてなかったし、とりあえずずっとスケボーしたいなみたいなことしか思ってなかったし。都内に出てきたの？は高校卒業して、最初は本当に 2ヶ月ぐらい、あっちでスケボー車に行こうぜぐらいやったんですけど、気づいたらもうそのままスポンサーつけるってなったら、やっぱこっちで上京して、こっちで動いた方がやっぱメディアとかかな、当時は。いや、メディアなんてなかったんで。東京でも結構パートとかいや、それ、そこ、なんですか、最初の時はもうやっぱ、天狗になってて、もう東京って本当に、半年もしないうちに全部スポンサーついて、俺はすごいクソな野郎だったんですよ。何でも甘えて逃げる人生だったんですよ、嫌なことから。だけどその一発目の時にこのプレッシャーで、あっちで2年、1回目2年半ぐらいかないたんですけど、
もう2年目ぐらいから、それまでいろいろスポンサーから話してもらった雑誌の企画会、ライダーでみんな出たりとか、いろいろ1年目は調子よかったんですけど、2年目ぐらいから、まあ今度はちょっとプレッシャーに変わって、で俺調子乗ってたなじゃないですけど、そんなことはもちろんその当時は思わないですよ。ただなんでだろうみたいな、自分なんか面白くないみたいな、で酒ばっか飲む、で結局多分バット入って、なんかもう外出るのも嫌なんで、最後の方なんで、やっぱり先に沖縄とかで働いてたんですけど、すいません俺買いますって、1ヶ月前に辞めて、速攻引っ越しの準備して、1回もとりあえずそこから帰って、帰ろうって、で2年半、20歳ちょいぐらいの時に帰ったっすね、1回沖縄、でスポンサーももう切って帰ってたんですけど、半年ぐらい俺の人生の一番のクソなクソ時期があって半年ぐらい仕事もせず叫びたりになり、遅刻しないでやったっていうのは二つ目に上京して帰ってた、半年は多分人生で一番クソだったんです。あの半年間走って、今でも今ここにその時の俺がいたビンタし、思いっきりビンタしちゃうだろう思うぐらいクソだったし、やっぱ親も死に目を振ってた、周りにも迷惑かけてた、それ分かってるのに動けない自分がもう情けなすぎて、俺何してんだろうって思った時に、もう一回東京行ってちょっと勝負しに行こうやつとじゃないですけど、もう一回頑張ってみようって思って、そこからですね、半年くらいお金かけて働いて、そこからまた上京して、三世との出会いはもともともうアメリカでこう雑誌に出てて、俺はもともと知ってたレスキーに入る前から、そのレスキーハウス、はいはい、っていうところに三世が出入りしてて、うん、まあレスケに入るからパート作ろうよと、上京してきてる時に俺が中学校3年生高1ぐらいの時に、はいはいはい、まあ、知り合って、でとかよくしてもらってたんですね。そのレスケで撮影してた時のそのみんなでワイワイ車で行く時と、そのスケボーしてる時の表情が違すぎて、それ最初食らいましたね、結構やべえみたいな。今から行くところはそのストリートのスポットなんですよ。もうそれが3世のラストトリック、リップバックサイドノーズブラント、もう3日間その力尽きるのまで、やっぱいい時の三世ってすごくて、うん、俺よりかっこいいやついるっつって、いないでしょっつって俺が一番かっこいいっしょみたいな、それ言えんのってなかなかいないっていうか、うん、もう自信満々で本当にかっこいいし、うん、まあとかあの最後の行った時なんて、はい、俺もう超もう叫びたりで、はい、めちゃくちゃ終わってたんですよ、はい、で東京に俺は何しに来たんだっつって、うん、怪我して、はい、でも悪い、まあ、スケーター多分大体そうなんですけど、怪我治る前に滑っちゃうからまた他やっちゃってとかあるんで、俺はいっぱい怪我してきたんで、お前に俺はちょっとスケボーバラしてキッズにあげると、俺は足治るまで滑らないもん、バイトして金稼いで秋口、あ春口ぐらいに多分治るからしたら、まあ、撮影行こうっつって言ってたんですけど、居酒屋でバイトしたんで毎日叫びたいな毎日ベロベロで帰ってきてでも、しまいにはこのリビングで、レスキュアスのリビングで、もうみんなパソコンとか、マーとかパソコンとか作業する場で、もうカーとかもうこんな感じで、お前ダメになってからも、まあ、なかなかそれはそれで落差が激しいというか、うん、まあ、そういうやつなのかなっていうか、うん、その時も付き合いがあったんですけど、賛成が調子が悪くなってからってことですね、うん、そうですね、うん、その時やっぱり実際感じてたんですか、なんかなんか調子悪いのかな。じゃあもう調子が悪いのはもうなんかもうすぐ分かるっていうか、賛成分かりやすいんで、
もうダメになったらもうあれよあれよと。でもあれですか、接し方変えたりとかなんかしたんですか。接し方はなんかその俺が一緒にこう住んでる中でそのこう浮き沈みがもうこれはもうこう天にそういう生き方しかできないのかなって思わせる感じですかね。なんかまあもうダメになったらもうほとんどね、いい時はもうほとんど最高みたいな。一番ひどい時はありましたね。自分がそのまだ三数さんとあんまりその深い関わりになる前にまたいつも通りショップに行ったんですよ。そしたら話の内容とか全く分からなかったんですけど、なんか何かあることにすごいブチ切れてたんですよ、お酒入ってる三数さん。それで、まあ、そのタイミングで自分が来てしまったのが悪いのかどうなのか分からないんですけど、なんかすごい俺にとばっちりがあって、三数さん絶対覚えてないですよ今日これは。俺これで多分マジで2時間半ぐらい説教されたんじゃないかな。全く関係ないですよ、自分に関係ないから。自分を誰かと勘違いしてるんですよ。めちゃくちゃ説教されて、クリスさんと名古屋さんを取られてもだったら笑ってますそれで、それもうそれきっかけで俺は三世さんがすごく怖いなと思って、あんま関わりたくないって思ってました正直三世が沖縄帰ってきて、はい、この辺にバーを出したんですよね。でその時に、三世もちょっと沖縄で腰据えるということ で一緒に話していく中 でな、酒飲みの三世のドライバーみたいな形でよくつるんでたんですけど、まあクソったらでしたね。酒飲み時代は俺だから我慢できたなっていうのは正直ありますね結構もうあれだと結構そうですね、規約を飛ばすし結構もう暴言は吐いて翌日覚えてないとかひどい時は沖縄のレジェンドスケーターの人が解放してもらって、最後の方がひどかったっすよ。おかげで覚えてないっすけど俺も普通にどこでもいきなり電池切れて道路脇で寝たりとかもあったんで、本当に死んでないのが結構奇跡なんだなって。量を減らそうとかいろいろやってきたんですけど、じゃあ外に出ないで家で飲めばそんなにいっぱい飲まないよ。家で一人飲んだらすぐ腹膨らむじゃないですか、はい、それも人間ってやっぱ慣れちゃうんだな。シックスパックとアーモリの2合瓶を買ったってやってた時から家でもベロベロだったよ。トイレで寝てたりとか意味ないじゃないですか、行こうが行かまいが結局そうなるんだったら意味ないと思って、だから自分で制御できないっていうか、うまく飲めないっていうか、それが一番の理由ですね。だったらもうこんだけ散々15年ぐらい飲み散らかしてうまく飲めないんだったら今はうまく飲めないなと思って、やればずっとできるかもしれないです。ずっとトレーニング何回失敗してもやり続ければできるかもしれない。でもそれやると俺の体は多分もう持たないと思った。首が固まっちゃった。まあ自分でも本当やべえなって思った。思ったっすね。最後の時はもう本当に昨日見たっすけど首が固まって、もともとストレートネックで結構椎間板も潰れてて、そこからやっぱ連動してるって言われた。だからもう靴下も自分で履けなくて、仕事も4日ぐらい休んで、さすがにスケボーできなくなるどころか生きていくのに大変するな。だからやっぱもう今やってたと、次今週末結婚式やるからとか やってたら多分やめきれてなかった。今もやめよう、今思った今からってやっぱやらないと。あとはもう本当意志っすよね、本人の格好だし。結局できないってことはやっぱり自分の弱い心っていうか、それに負けてやるって決めたのに、決めてなければいいんですよ。やるって決めた上でやっぱやらないと自分に嘘ついてることなので、それは嫌だなってやるときから思うよ。だったらかっこよく行きたいじゃないですか、自分が思うかっこいい。それにはまだまだ程遠いですけど、まあ、どうせ生きるのはやっぱかっこよく行きたいな。だからだんだんそういう考えになってきます。絵が結構もともとあれですか。全然描いてないです。じゃあやめて興味出て。興味です。きっかけが家に帰って
いつもプシュッてやるわけじゃないですか、うん、その行動が一つなくなったんで、手持ちぶたさというか、家でテレビももともと見ないんですよ、座ってテーブル無音で、うん、難しいな、パッて見たらタバコが、なるほど、マッキーペンが一本だけポンってある、うん、キャメルがあるじゃないですか、うん、キャメルってラクダのようにシルエットがある、うん、それには選挙ポスターに落書きするので、ちょっといろいろ落書きしてて、うん、これ面白いやつさ、1日1個書いていこうみたいな感じで、それを100個ぐらい貯めたら面白そうだな、まずじゃあまず10個ぐらい貯めてみて、10日ぐらいかけて本当に10個ボンって流れた時にめっちゃ気持ちよかったんですよ、すげえインパクトやばいみたいな、じゃあこれ100個とかもう超やばいじゃんと思って、100個は結局かけなかったんですけど、とりあえずかけたら変えていこうと思って、1日1個ペースで2日に1個ペースだったんで変えてたら、気づいたらこれぐらいかけたらもう街とか作れんじゃん。スケボーってずーっとできないじゃないですか、はい、体的に。だからもともとショップでスケートショップで働いた時に、俺ポリシーになる程度一回絵描いてみる、2分ぐらいでやる、ポリシーになることそんな失礼なことダメやす、やめられます、下手くそすぎて、はい、センスなすすぎて、はい、沖縄って結構そのタトゥーの彫師さんってめちゃめちゃ多いんですけど、まあ根っからの沖縄の人、ローカルの沖縄のタトゥーやってる人が少なくて、なんかもっとこの僕的にはこのローカルで盛り上げたいなっていうのが、まあ漠然と自分の考えだって、うん、それでまあ賛成、なんかパンチあるしなんとなくいいなと思ってたんですけど、うん、ちょうどなんかこう絵を描き始めた、タトゥーは好きだったんで、はい、あいつ、うん、そうそう、で始めて、そっから僕もまあ本格的にちょっと誘ってみようかなっていうのがあったっすかね、うん、で普段ライフスタイルにもう仕事としてそういうのやってたらめちゃめちゃかっこいいと思うなっていうのがあったから、うん、でちょうど絵も描き始めてたんで誘ってみた感じですかね、はい、なるほど、はい、結構その誘いした時ってスパッとサーフェイクが、いや何回かを濁してたっすよね、友達の、古着屋さんの周年で三世が絵を描いてて、ちっちゃいデッキにして販売してたイベントがあって、まあ、その時に、もう一回声かけて、であいつもなんか何回も行ってるしちょっと考えてみようかなみたいな感じから、うん、ぽいっすね、そういう感じだと思います、はい、で去年の6月にたまたまよくショップに来る外人のスケーターがいて、基地に来てて、でめっちゃ仲良くなって絵とかカバンに描いたりしたそのこれを俺タトゥー彫りたいっつって、お前が彫ってくれよっつって、いや俺彫り師じゃないからできないよっつって、俺紹介するよっつって紹介したんですよ、お前が彫らないと意味がないっつって言ってくれて、マジでみたいな、いやでもできないしっつって、いやオーナーに聞いてくれ、でその時ちょうど一応やるって決めてたんですけど、もうちょい先からやろうと思ってて、夏ぐらいから、それが6月ぐらいだったんですけど、
急遽もう俺来週本国に帰ることになったからっつって一応相談したら、おいいんじゃない練習になるのやったらいいじゃん、一発目からも握り出してもらう。でまずはでもどんなものか知りたいんで、分からないじゃないですか、とりあえず早く来てもう自分の膝にバーッと掘って一個掘って、もう痛くないですよ、もうこっちに興味がありすぎて、どんなものかって、いや超むずいってなって、痛いよりもだからあもう一個やろうみたいな、はあ、俺だったらまあ人様に掘れるレベルではないけど、まあ、あいつが掘ってってんだら掘ろうやつだっつって、でその日掘って、まあ、一応満足して帰ってくるんですけど、いいんだよいいんだよっつって、下手くそでもいいよ、お前が掘ったっていう証があるのっつって言ってくれて、掘ってもらったのはこれとこれっす。これはもう三世さんが俺っぽいって言ってデザインしてくれたやつですね。あ、もうそれごと丸ごと。そうですね。そう。いい感じですよね。超気に入ってます。で、その掘ってもらってる時に、なんかその三世さんのデザインのやつがあって、はいはいはい、で、一個だけこのドアーズっていうバンドのライトマイファイヤーって曲のやつがあって、はいはいはい、もうそれとずっと目合っちゃって。もうその時に入れてるのに新しいのお願いしました。その最中次はこれでやばい。だからまた三世さんに入れてもらおうかな。あライトマイファイヤー楽しみにしてます。絵の技術とかはまあ正直まだまだかもしれないですけど、自分のやりたい絵を描こうとしてるっていうのは見えるんで、例えばあいつ1年なんで俺の1年と比べたら比べ物にならないですよね、スタートの、はい、お店の色は出したいとかは特に ないんですけど、かっこいいことをしててほしいっていうのはまああります。それぐらいかな。絵はセンスとかと思うし、あとはもう三世個人の人としてのかなと思ってるんで。アロハズ、あのハマれば面白いです、うんうん。もともと三世がこうみんなに愛されるような人だと思うので、今でもそう、まあ、ツアーとか行ったらすぐ分かるんですけど、あの人に愛されるっていうか、どこ行ってもファンを作るっていうか、ちゃんとこう人と付き合って三世のこと嫌いになるやつとかいるのかなみたいな。関わって逃げていく人もういないと思うんですよ。なんか今でも自分はそのショップにスラメに暇だからって頼むしに行くんですけど、一人で。そしたらそのために、まあ、三世さんが辞めてるの知らないで、で、あれ三世いないのってなると思う。結構多いですよ。こうやってなんかスケーターじゃない人でも、その三世さんを話しに行って、つながりがすごいですよ、ね。まあ、人間性がやっぱでかいと思う。とりあえず三世さんと一緒にいたらめちゃくちゃ楽しいです。いやもうかっこよすぎるっすね、とりあえず。スケボーもかっこいいし、まあライフスタイルもかっこいいし、はい、堀尻だし、三世さんから影響を受けたのも自分信じることっすね。もう師匠っすね。師匠に近いっす。はい。てかもう師匠っす。この酒のアル中を上回る以上の人間性がやっぱあったから、誰も捨てきれないというか、クソったれだけどこの部分が勝りすぎてるから好きみたいな感じです。大会の時に怪我した中で、あいつ3名で滑ってた中の一番下手だったんですよ、3世って。残り2人がズバ抜けてて上手かったんですけど、だからその部分も努力っすよね、うん、だから天才じゃない分人の痛みが分かる。パーンって言っておられて、で反省する時の反省の仕方も素晴らしいですよね、うん、腐らないというか、改まるっていうのは人間大事なことじゃないですか、そこからの速さもあるから、うん、
からどんどんこれで人間味が増していって、みんな好きになっていくって感じですね。でも三世のすごいところって本当に、まじ誰からも愛されるんですよ。それがすげえなって思うんですね。スケーターとしてヤバいっていうよりも人としてヤバいっていう感じだと思いますね。でも本当でも三世を知りたければもう会ってみてくれって感じですね。俺も三世みたいに似てる男になりたいなと思ってたっすね。本当に。人口はめちゃくちゃ増えたっすけど、やっぱ正直なこと言うとレベル的にどうなんだろう。正直俺たち上の世代の人たちも昔は環境ない中でビデオとか出してたんですよ。でもめちゃくちゃヤバかったんですよ。普通に今見ても超ヤバい。その時はやっぱ時代がそこまで発展してなかったから、カメラもホームビデオだったりっていう感じで撮ってたんですけど、今はめちゃくちゃ環境いいじゃないですか。 iPhone で撮ったり、PC もいっぱいあってすぐ手に入るし、だからそういう面ですごい便利な世の中になってきてるから、なんかぬるま湯にずっと使ってるじゃないですけど、俺ちの時はもうだからハングリーさがすごかったっていう。誰見ても、あ絶対あそこで俺があいつよりヤバいことやってやるとか、今の子たちってそれがないっていうか、相乗効果みたいなのが結構薄い気がして、まあ沖縄は本土とかは結構それでやっぱうまくレベル高いとこも絶対あると思うんですけど、沖縄は正直そうっすね、今レベル低いと思うしね。うまい子はうまいっすよ、ただやっぱトータル的に見てみんなケツが重いというか、こんだけいっぱいスケーターの先輩がいていろいろ聞いてるはずなのに、なんかあんまり動こうとしないというか、もったいないみたいな。なんか一人じゃ動ける子が少ないっすね。仲間いないと、みんなでじゃないと動けないみたいな。そういうのが多分仲良しごっこじゃないですけど、別にいいんですけど、だって動く子は動いてるし、それやればいいのになと思って。だってやるまでが多分ケツが重いというか、スケートだと思ツイッチャーやっちゃえばみんなやるんですけど、俺が同じスポンサーのさっきのリュウリとかヒルとか、あの辺はやっぱ2年ぐらいかかったですけど、言い続けて今は自分たちで動いてやったりしてる。学校の先生が厳しいと思ってる。でもやっぱ言ってくれただけでありがたいじゃないですか。知らないままこうやって他のつながりもなくなるかもしれないし、言ってくれただけで俺はめちゃくちゃ、その時はなんだこいつって正直思ってましたけど、今になってありがたいなーとは感じます。怒りが湧いてきてやっぱバーンって言っちゃうじゃないですか。でも俺も30分ぐらい冷静な時にめっちゃ勘ぐるんです。あいつ俺の言った一言でスケボーやめないかなとか、そういうつもりで言ってないんだけどみたいな。あでも一応俺はやっぱ謝ることとごめんなさいありがとうは言える人になる。いや年下だろうか年上だろうか、自分が悪いと思ったらすごい素直に謝るし、でもちゃんと自分の気持ちっていうのはやっぱ伝えて、そういうふうにやってきてますけどね。自分に自信があるじゃないですけど、自分は自分の中で納得いくような生き方を一応後悔しないような生き方をしてきた。最高。だからそれがここに結びついてるんだったら、あだったらまた大丈夫だ。こっからはまたさらに頑張るみたいな。でも本当にさっき言ったように何かやっぱこのゾーンに入るものっていうものを手にした気分。本当にやり始めの頃なんて本当にスケボーを始めた頃にすごい感覚が入れて、本当初心に帰ったじゃないですけど、もう気が狂ってるように帰ったんですよ。もう毎日朝5時までキッチンで、テーブルがなかったんで、キッチンのライトつけて、このシンクの横の上で5時までいろんなもの書いたり、だから途中で見切りつけるのも自分次第、やり抜くのも自分次第かといって、ずーっとやりすぎて体を壊れる場合だって、疲れが溜まって怪我につながったりもする。そこの見切りをつけるのも大事だし、そこってでもやっぱりずーっとやっていかないと、続けないと絶対見出せないものだと思うんですよ。俺もこの年でやっと、あこれ以上やったら怪我するなと思って、でそこでやめきれるようになったんです、やっぱり悔しいが強かったんで、強いんで、ものすごい、いや次だったらできんじゃないかっていうのが毎回なんで、だから自分の中で一応ある程度さっきもきつかったですけど、でも
全然いけるっていうのは分かってたんで、ただあとは自分で考えていきながらどうやってメイクするかまでのプロセスっていうか、それを探りながらやるっていうか、一回フラットにしてみたり、何も考えないでやってみたり、ちゃんと考えてやってみたり、その時その時に一発一発で全部違う。だからやっぱ続けることっすよ。続けていかないと絶対見えないし、見えるもん。でタトゥーとかも最初はこれぐらいやったら全然、実際にこんなやっておるんだ、これぐらいやったらできそうじゃんって思うけど、全然違かったし、やってみるとか。だから本当に何でもですけど、多分物事ってすごい深いなっていうか、やっぱ嫌なことも絶対あるじゃないですか、楽しいことだけじゃないですか。そんなことやっぱ人生もそうじゃないですか。でそれと一緒なんじゃないって思うし、スケボーも人生だし、俺の人生も人生だし、俺の人生の中でスケボーっていう人生をやってるし、だったらもうやってんだったら途中で やめきれないし、まあ、俺の場合は多分幸いもうハマりすぎて狂ったようにスケボーしてたんだ。だからもうやめきれない、もう中毒ですよね。だからその味を知っちゃって、生き方が結構いい感じに自分のハマるものがどん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 重ねて見つかって、そうですね、だからそこはありがたいなって、やっぱめちゃくちゃいいタイミングで、多分本当にいいタイミングで出会えてるなって思います。そういう面ではやっぱ嫁にもすごい感謝してるし、うん、やっぱなかなかさせてもらえないじゃないですか、この年からタトゥー始めるっつって、うん、要は俺はサラリーマンじゃないですけど、うん、要はよくいるじゃないですか、脱サラして、うん、お店を起業するとか、うん、だからそういう人たちの奥さんってやっぱり本当にこの人と一生共にしていく覚悟があるから、やっぱ、うん、そういうこと許すじゃないですけど、じゃあ頑張ってみなって言ってくれるんだろうなとも思うし、自分の嫁もすごいそれに応援して、まあ、もちろん条件をちゃんとやるっていう、他の家のこととかも家族のこともちゃんとやるっていうのが条件で約束したんで、やっぱ最初の頃はもうこれ得意のゾーンに入りすぎて、これしてないよこれしてないよって言われたり喧嘩とかもあったんですけど、まあ、でも最初で約束してたんで、だから今はある程度またできるようになってきて、気づいた時にやってれば、親御さんとも話したんですけど、そんな名声なんとか数なんてやってるやつについてくるから、最初からそればっか見る人が多いじゃないですか。だからこんなことやってる人に失礼かもしれないですけど、でもこれっていう人間はそういうふうに思う。なんか好きなことやってるだけなのに、なんか儲けさせようとしてくる、こんなしたらもっと儲かるよとか、気持ちはありがたいですけど、そんなんじゃないんだよ。それで別に儲けたいって思わないし、もちろん売れて儲ければそれに越したことはないですけど、まあ、当たり前の話すぎて、なんでその当たり前の話をするんだろうなって感覚になっちゃう。だってお金が大事ってのは当たり前じゃないですか。でもすごいお金がないと死んじゃうよみたいな、お金なければないで楽しめる方法もいっぱいあるし、俺もそういう意識いっぱいあったんで、金はないないで楽しめるっていうのもすれば分かるし、だからそこまでお金に執着する意味がよく分かる。やるならかっこいいことしよう、してればいいのにな。でもやってりゃ金なんて絶対ついてくるだろうし、でもそこにもやっぱ精通するのがやっぱ続けることだと思います、うん、何があろうが絶対、何を言われようが一人になっても絶対やり続けるっていうのは必要だと思うし、俺もそういうふうに心がけて、だから始めるって自分で決めたらもう絶対折らない子ですねっていうのはめちゃくちゃの念頭に置くんですよ。ここ最近辛い時こそ笑いっていうのを急にポンってフィードバックしてきたんで、その当時のあーここに結びつくんだーとか、一人で面白いみたいな、人生面白いな本当にみたいな、やまり何やりよく言ったもんだなーとか、ね、先人ってすごいなって思うし、言葉の継続は力なりだって、やってきたから生まれた言葉じゃないですか。ほんと筋が通ってるというか、50になった暁には盛大に飲んでやろうと思う。でも50までできれば絶対上手に飲めるから。が過ごしてみて、そ彼の人人間っていうのがまあ少しだけどまあ分かったような気がします。やっぱりいろんな友人とかスポンサーとか昔から行ってるショップのオーナーとかいろんな方の話を聞いて、まあ、彼の人柄がやっぱこう
良くて人間性が良くてみんなこう好きでみんな周りにいるんだなっていうのはすごい。彼自身やっぱり今バスケートボードもそうだけどブリッジとしてそしてあとで一つ一つへの熱量っていうのがすごくまあある、まあ、反発なくあってそこら辺がやっぱ彼の魅力でもあるかなと。でまあお酒でね、まあ、昔失敗したっていうところも含めて三世君なんだなっていうのは今回の旅で取材で分かりましたね。いや僕もすごい好きになるしファンになるし、まあ、素晴らしいスケーターだなと思います。